ゆるゆる独りのお時間よ。今日は私、ベルゼブブでお送りするわね。こちらの番組では私たちのなんでもない最近のことをおしゃべりするわ。ゆるゆるっと聞いていってくださいね。さて、何を話していこうかしらその前に声、大きかったりしないちょうどいいさあ。 安心したあ実は私のいるブースとは別の部屋にスタッフさんがいるのこうやって困りごとも相談できるし一人じゃないから安心だし心強いわあそんな風に見えないって <laughs> これでも一応スナックのお店番をしていたりするからおしゃべりをすることに抵抗はないの いろんなお客さんと話してきたからあらスナックに興味を持ってくれるの雰囲気のいい素敵なお店だからぜひ来てほしいわお酒が飲めるなら一緒に飲みましょうね質のいいお酒がいっぱいあるのもちろん度数の高いものから低いものまで幅広くあるからお酒をガンガン飲みたい人も すぐ酔っちゃうけど楽しみたい人だって大歓迎ノンアルコールのカクテルもソフトドリンクもあるからね気さくな常連さんも多いから初めての人もすぐにお友達ができると思うの <laughs> 私が店番している時に来てくれたら嬉しいわ <laughs> さてなんだかスナックの宣伝になってしまったけれどちゃんと一人語りをしないとね みんな最近何かあったかしら私はねスナックの話をしていたらお酒でちょっとひどい目に遭ったことを思い出したわこの間のことなんだけどね朝早くになんだかおかしな物音がした気がして目が覚めちゃったの本当に早い時間だったのよなんてったって朝の4時だったんだから 眠たくて眠たくて仕方がなかったわ気のせいかなって思ってもう一回寝ようとしたんだけどどんどん音が大きくなっていってねそうなったらもう気のせいじゃないでしょ悪い人が入ってきてたらみんなが危ないって思ったらもう寝てられないわよ部屋にあったほうきを持って足音を立てないように そーっと音がしたところに行ったの悪い人だったらほうきでバシッて叩いて交番まで連れてっちゃえと思ったのよ <laughs> 想像より思考回路が過激って天界にいた時はアーリーマンとバリバリ戦っていたのよそうは見えない 堕しちゃった今は昔ほどの力はないけれど泥棒くらいなら私一人でも十分なんだから。<laughs> なんて <laughs> それでほうきをしっかり持って音の場所を探していると玄関の方でガチャンって大きな音がしたのもうびっくりしちゃって。 私もキャンって叫びながらもうめちゃくちゃに包うを振り回しながら玄関に突撃したのそうしたら包うにバシンって手応えを感じてねこれは仕留めたんじゃないかしらって思ってたらそれがシスターだったのよ思いっきり頭に当たっちゃったからシスターがぐでんって床に伸びちゃって。 私たちは教会に住んでいるんだけどその教会のシスターだったのよねなんでこんな時間に帰ってくるのかってシスターはお酒が大好きなのだからほぼ毎日夜になるとお酒を飲んで帰ってくるから。 お酒を飲むのはいいんだけどちょっと度が過ぎるというかぐでんぐでんの酔っ払いになって帰ってくるからお世話が大変なのよほうきが当たったけどシスターはピンピンしていたわ痛いって泣いてたけど私の安眠を妨害した罰よこれぐらいは受けてもいいと思わない でねごめんねって謝って早くお布団に入ってもらおうと思ったんだけどそこからがもう大変。シスターの二日酔いは毎度のことなんだけどあの日は一段とひどかったかな「痛い」ってった後はむにゃむにゃとしか言わないんだもんそれにほぼ寝ているから動いてくれないし。 水が欲しいのか着替えたいのかお風呂に入りたいのか寝たいのかむにゃからなんとか読み取ってあれこれしたのよ。<laughs> 寝ちゃったシスターを抱えてベッドに寝かせてあげたらもう朝の6時窓から外を見たらちょっともやのかかった青空が広がっていたわ。 気がついたらお日様が昇ってるんだものこんなにかかると思ってなかったしすっかり眠気も飛んでいっちゃってたわもうこれは早起きしたと思って夜の間に溜まっていた洗濯物を全部片付けることにしたのこういうことは時間に余裕がある時にやっておくのがいいのよねちょっと手が冷たかったけど 早朝に洗濯物をするのもすがすがしくてよかったわ朝早くの青空って見たことある <laughs> たまには夜更かしせずに早めに寝ちゃって早くに起きてみることをおすすめするね特別な一日が始まったと思えるからでもまだ時間はあったし眠たくないしどうしようってなって 掃除をすることを思いついたのみんなが寝ているなら「そこどいて」とか言わなくていいでしょみんながよくいる場所を今なら隅々まで掃除できるって思いついちゃったのねそしたら思った通り細かいとこまで隅々掃除できたのよ最初ははたくだけにしようかなって思ってたんだけど満足できなくて。 雑巾がけまでしちゃった <laughs> おかげで部屋中ピッカピカよ床に私の顔が映っていたもの我ながらよくやったと思うわしかもみんなが起きるときには掃除が終わってシスターの解放と洗濯物部屋の掃除をしたからもうくたくたお腹も減ってたし朝ごはんを作ろうと思ったの そこからがなんというか私の運のなさなんだけどキッチンへ行こうとしたらツルツルの床で滑っちゃってその拍子に持っていた掃除道具やバケツを倒してしまってとんでもないことになったの。 磨きすぎも良くなかったのかしら最初は何が起こったのか全然わからなかったけど気づいたときは叫びそうになったわだってあんなに綺麗にした部屋が水浸しになったのよ <laughs> もう今思いだしただけでもどんよりしちゃう。 早く片付けなきゃって慌てて片付けたんだけどねみんなが起きてきてまたなのおっちょこちょいなんだからってあれさえなかったら掃除が終わった後に朝ごはんをたくさん用意して起きてくるみんなを迎えられる完璧な朝だったのに <laughs> 私ってこういうところで本当に なないのよね、二度と何かに滑りたくなかったのにどうしてうんす滑りたくない理由、うん、<laughs> これも思い出したくないけど実は堕てした理由が。 んっドジっ子それたまに言われることはあるんだけどこんなにしっかりしたお姉さんなのに失礼しちゃうわねう,うん、うん、でもやっぱり滑っちゃうのはドジっ子だったりする さて次は何を話そうかしら、うんドジっ子エピソードが聞きたい私はあんまり思い出したくないんだけどそれに聞いてて楽しいのほんとちょっと笑うためとかはやめたい何 いつも大人っぽい私のそういうエピソードを聞くとほっとするってことなに <laughs> もうそんなこと言われちゃったら話してもいいかなって思えてきちゃったうんーじゃあこんな話はどうあね本ほんとただ私がわたわたしただけよ。 たしてるだけだけからん、ね、実は私いつもポケットにお菓子を入れてるの食いしん坊なのかって違うわよ違う違ういや今もポケットに入ってるけど収録中にお菓子なんて食べないわよ食べたらポリポリって音が入っちゃうでしょ そこまで食いしん坊じゃないのよ確かに食べることは大好きなんだけど天使には食事は必要ないんだけど天界にいた時から食べることが大好きだったのご飯ってとってもおいしいじゃないだから今と同じように毎日3食食べていたのよ 今日の料理もすっごくおいしい明日は何食べようかなって考えるのとっても幸せだったわだから今もお料理したりそれを食べるのはとっても楽しいの打点してからはお腹がすくってことを体験したのよね最初は戸惑ったけどこれがまた最高のスパイスで。 展開で食べていた時よりもっと美味しく感じられたのよね幸福感満足感っていうのかしら <laughs> とにかくいつも食べているご飯が何百倍も美味しく感じられたのよ <laughs> 空腹って辛いものだけどその状態の時に美味しいご飯を食べたら疲れも何もかも吹っ飛んじゃうのよね <laughs> みんなもお腹が空いたときは誰れに遠慮もしないでとびきりおいしいものを食べることをおすすめするわああれなんだか違う話をしている気がする <laughs> そうそうお菓子をポケットに入れてるって話よね <laughs> すごく脱線しちゃった <laughs> はい ポケットに入れてる話の続き食いしん坊じゃないけどお腹が空きすぎて倒れちゃ危ないでしょお腹が空いてたらなんとやらってねでねそれがこうそうしてこの間、街で転んで泣いちゃってる子供にお菓子をあげたら泣き止んでくれたのほっとしたわ周りにお母さんがいなかったから。 きっと一人で遊んでいたのね怪我しちゃって誰も周りにいなかったら心細いじゃないそこに痛いことまで重なっちゃったら泣いちゃうわよねおかしで泣き止んでくれてよかったこれ僕も好きって笑顔を見せてくれたから安心したわ落としたら私もお腹が空いちゃって。 まだお菓子を持ってたから一緒にまだ持ってたのかって23個くらいは常に持ってるわ持ち歩くならそれぐらい持っているでしょう,うん確かに男の子にも「お姉ちゃんたくさん持ってるね」って不思議そうにされたけど。 男のの子に2つあげたのだから私が食べようとしたのは1個だけさすがに泣いている子供より多く食べようとなんて思わないわよで最後のお菓子は私が食べようと思って袋から出したら空からトンビがやってきて私のお菓子だけさらっていっちゃったの 男の子のお菓子が取られなくてよかったとは思うのでも周りには他の人もいっぱいいたしお弁当を食べている人もいたのよなのにお菓子一つだけ開けた私を狙うなんて悲しくないあのお菓子今日食べようと思ってたものだったから今日食べられないと思うと悲しみも2倍だし。 なんだかお腹も空いてきちゃう気もしたし私があんまりにも落ち込むから男の子が心配してくれちゃってね私があげたお菓子を食べるって差し出してくれたのいい子よねあんなにいい子が道で転んで泣いていたなんて心臓がギュッてなっちゃう お菓子をあげてよかったわいいよって言ったんだけどねお姉ちゃん泣きそうな顔してるって言われちゃってそこまで言われちゃったら受け取るしかないでしょ最初はあの子の方が泣いていたのにすっかり逆になっちゃっててんんこれって。 ドジッコエピソードになるかしらドジッコというか不憫へ、えーそっちの方がなんだか微妙よもう次はちゃんとドジッコエピソード持ってくるからねあ,あ違う違うドジッコエピソードもあんまりしたくないわよ楽しいお話だけさせてほしいのもう <laughs> 私のお菓子はとんびに取られたけれどあの子が笑顔になれたならよかったわさてお次はあ,あらもうこんな時間なのに、ね、<laughs> たくさん喋っちゃったいつもはみんなの話を聞いたりお世話することが多いから。 こんなに自分のことを喋り続けることもあんまりない体験だったわ聞いてくれている人がいるって思うと嬉しいわね <laughs> もうちょっとおしゃべりしたかったのだけれどもう本当に時間みたいそれじゃあ皆さん私の話を聞いてくれてありがとう本日のゆるゆる独り語りは私 ベルゼブブでお送りいたしました。 やり飛ばせ。